かったの。3週行くぞ、ありがとう。もう東京、そうです。さっき新幹線で、新幹線に揺られてきました。さっき新幹線に揺られて、もう爆睡、もうこんなんなんか、こんなんなりながら寝てた。車掌さんに起こされた？あのね、今は自分で起きれた。今回は新潟寒い、寒いね、寒いよ新潟。今日もお疲れ様でした、お疲れ様でした。行く時も帰りも爆睡？もちろんもちろん。あ、ハートありがとう、星もありがとうございます。助けに来ました、ありがとうございます。仕事行ってきます。今こんな時間から頑張って。ケーブル壊れて充電大丈夫？そうなの、これ壊れちゃった。なんかiPad の充電してて、なんで充電されてないのって思ったら、なんかこれがグラグラし始めて、ちょっとちょっとこうやってピュッてやったら取れちゃっただからもうこのね、あの充電してる中で、あのなんなくてよかった、本当によかった。あ、ツイートした、ツイートしないと、ツイートする、ツイートする。おぎゆか、どうもこんばんは。ちょっと待って、ツイートしないと。新しいの買いました。でもね、奇跡的にね、もう一個持ってたので今日なので、今それを使えている。でももう家で使う分が多分もうね、あと一個ぐらいしかないんだよな確か。そうなの、だから結構ね、100円ショップのやつってどうなんだろう。星集め行ってくる、ありがとう。それ新幹線でこの前やった。そう、私も今日新幹線で、なんか新幹線で iPad を充電してたの。そしたらなんかこう充電できてなくて、なんだろうって思ったら、なんかこうなっちゃってた。そう、あ、できてる、ちゃんと配信できてました。あ、画質いいね。やっぱり Wi-Fi の問題だったのかな。今までなんか、ね、しっくりこなかったのね、 Wi-Fi が。100均はやめた、そうだよね、ちょっと念のためそれはやめておこう。よく壊すの？応援カウントいきます。え、ありがとうございます。本当にもう明日で最後の配信。なんかなんだろうね、寂しいね、なんかちょっとね。ショールーム配信はあのね、時々もうこれからもやっていきたいなって思うんだけど、なんかこの配信がさ最後ってなったら、ちょっと明日でさ、これが最後ってなったらちょっと寂しいね。もう終わり感あるよね。そうだよね、毎日1週間ぐらい配信させてもらって、うん、ありがとう。ハートとかもいろいろ、なんかさ唇がさピクピクするんだよね、ずっと。なんだろう、たまに踏ん張って、こうやって踏ん張ってたら大丈夫なんだけど、ここがさなんかピリピリするんだよね、毛みたいな。なんだろう。わあ、ありがとう、みんなありがとう。いろいろと星とかもカウントもありがとう。50カウント完了ありがとう。星しか投げれなくて、全然全然、そのね星がね、もう大きな励みとなってるんです。ありがとうございます。本当にそうなのよ、もう明日で最後だよ。あっという間。寒いからあったかい飲み物買ってきたのに飲むの忘れてた。ちょっと冷めてきちゃった。こんばんは。
こんばんは。ちょっと待って、一応ね、これを外そう。一応ね、念のため。よいしょ。あったかい、まだちょっとあったかい。よかった。この配信は23時までです、今回のこの回は。おぎゆか、デラ、かわいい。デラってあれだ、あの愛知県弁、名古屋弁っていうのかな、デラ、デラって。あ、くまちゃんありがとうございます。ありがとう。あのね、ゆかちゃんにいつも感謝。いやいや、こちらこそです。感謝するのはもうこちらこそですよ。ありがとうございます。本当に明日の配信ではね、久しぶりにあれをしたいと思います。明日の配信では久しぶりに何時の配信か、夜かな、夜の配信にしようかな。みんなが見てくれる時間がいいから夜かな。久しぶりにあの配信をしたいと思います。何でしょう。夜にし、よかった、じゃあ夜にするね。何でしょう。唇がプルプルって言ってくれてる。これあかりんさんのね、これ夢中グリッターってやつ使って、すごいね、かわいいの。ラメが、明日はあれをするの。だからもう明日で最後の配信なので、見に来てくださいよかったら見に来てください。なんかずっとここピリ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 する、プル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 する、なんなの。こうやってやってれば大丈夫。ハート、ありがとう。ハート、辛いもん食べてない食べてない。辛いもの苦手なの私。キムチはね全然食べれる、かろうじて。で、温かい飲み物飲んでいい？温かい飲み物飲みたい。これさっき買ったんだけどね、ちょっと冷めてきちゃった。いただきます。うん、まっ、まっ、ふん、まっ、ふん。シャガラまあまあ辛い？本当？あ、確かに、ね、あのね、上に辛いの乗ってるね。あれガタピーにいつもあげてるいつもね、あのチャーシューのいっぱい入った味噌ラーメンで、ね、新潟駅のところにあるんですけどね、ラーメン屋さん、シャガラっていうラーメン屋さんが、そのラーメン屋さんでいつもその味噌のやつ食べてて、ガタピーの辛いの好きだから、いつも赤いのが上に乗ってるの、味噌、辛いのがね、それガタピーにあげてそうなの、私その辛いのちょっと食べれないわあ、ありがとう。星もたくさんありがとう。本当にもう早いね、今日のこの配信これやって、明日んこの後も終えて、明日で最後。シャガラ行ったことない。え、もったいない。もう行ってよ、新潟次行ったら食べて。シャガララブ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 、シャガララブ、シャガララブ、シャガララブ。でもね、ゆかさん、あそこも好きで、あのラーメン、もうね、ラーメン屋さんはね、いっぱい美味しいとこある。でもえっとねあ、どこだったかな。あ、ちょっと忘れた。どこだっけな。あ、ちょっと待って、名前思い出したらまた今度言う。あ、そうだ、ツイッター連携お願いします。皆さん SNS の連携お願いします。どの辺、駅のとこ、ちょっと名前忘れちゃった。え、すごいいっぱい音符がなんかこの人アバターがさ、なんかさ、なんか歌ってる人、アーティストみたいなめっちゃ音符。あ、この人じゃないか、このリスちゃんかな、このリスちゃんが音符やってくれるのかな。リス、かわいい。
私そういうもんしなきゃ。お友達とお父様お母様ありがとうございます。本当に、15日に将棋推しの知り合いが劇場に行く。おお、なんかね、私ね15日でね300回公演みたいです。つぐつぐがお誕生日なんですけど、そう、つぐつぐのお誕生日プレゼント何がいいかな。では欲しいな、夏目ありがとう。おお、やって、そう、ファンの方がね教えてくださって、全然気づかなくて、それまで。そうなの、嬉しい。300回夜公演、夜公演ね、そうそうそう、夜公演、夜公演ありがとうございます。嬉しい嬉しい。でもね、つぐつぐのお祝いもいっぱいしたいので、もう15日の公演はもう至る所でこれをやりたいと思います。ちゃがちゃがなので、あの、気づくかな。あ、くまさん、あ、ありがとう、ありがとう。本当に検証屋になりそう。荻野は小さいのに強いな。強くないよ私、弱いよ、強くないよ。でも強く強くあらないとね。星投げ枕ありがとう。1月の公演、ゆかちゃんが出るとこ、あ、結構出ると思う。いや、もう公演いっぱい行きたい。12月15日ん15日お昼行くよ、だって。え、嬉しい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 。耳がかわいい、何耳がかわいいって。ほくろがねえねえ、ここにいるかね、ハート、ハートに、ハートっぽいの、ここわかるかな、これ、このちょっとわかりにくいな、このさ、これハートっぽいの、ちょっとね、これね、人に言われて気づいた。わかるわかる、鳥の足跡みたい、鳥の足跡。成人イベントどんなの。お楽しみに。まつげ長い、あ、ほんと、まつげはパパが長いんだ。そうそう、パパが長いのよ。今日はみんなツインテールでリハしてたって本当？あ、みんなしてた、してた。ツインテールっていうかね、半分だけ、片方だけツインテールしてた。片方ツインでみんなやってた。なんで片方か、ただ単にゴムがなかったから片方だけなんだけど、ちょっとだけ匂わせると倍率上がるよ。そう、公演内容ってこと？ね、もう自らは絶対にやらないだろうなっていう感じの楽曲をやる。自らは絶対にやらないであろう。これぐらいかな。女の子は父親に似るらしい。そうみたいね、そうみたいね。なんか女の子はさ、お父さんに似るってなんか聞くよね。あー、鼻がかゆい、かゆい、鼻がかゆい。行きたくなる匂わせ。あ、本当に？おいでおいでおいで。じゃあ、くまちゃんの靴下のやつありがとう、カウントもありがとう。みんなこれさ、上だけじゃなくてさ、下にいる、あばっと荻ゆかを知ってやつ、これ嬉しいね。うん、いるいる、あと荻ゆか髪を押し、嬉しい。パ
パから LINE が来た。似てるかなって LINE が来た。似てません、似てません。似てるかなって来たパパから即レス。似てません、似ません。体型は似てないね。そうだ、ゆかのパパボーン、ゆかのパパ。お母さんは似てる？うん、ママにも似てない。いやもうね、でもね、もう全部パパなんだよな。ここ目、ゆかのは目もパパにだし、目ってか目ってまつげね、まつげもパパにだし、眉毛もパパにだし、全もうね、パーツパーツがパパ。最近痩せたのに、だってパパ。ゆかパパジム行ってたんじゃないの？そうだよ、もうパパはもうやめてよ、ジム。ジムなんてもうパパはサボるからダメやもん。ダメ、ダメ。ウリ二つ。違う。今何してるのってパパに送った。ゆか毎日パパとママと LINE してる、なんか。チカナちゃんがいる？え、アンドゥどこ？アンドゥ、今日アンドゥがね、教えてくれた通りの配信時間に組んだの。アンドゥどこ？お家が絶対上がろうね、ありがとう。頑張る。あ、ここ、いだ！アンドゥ、アンドゥ、アンドゥ大先生、アンドゥ大先生、アンドゥがスケジュール組んでくれたから今日の分頑張る。ありがとうアンドゥ。アンドゥに今度お礼しないとな。パパ温泉に浸かってる。だって温泉に浸かってるって。温泉、温泉、何の温泉に浸かってんのパパ。ショールーマーだね。そうなんだよ。あ、日高屋を食べるね。日高屋大好き。私も高校生の頃ね、もうずっと日高屋だった。頑張ってください。お礼は愛でハート。わかった。アンドゥ、次会った時に愛でお返しするね。お姉さまにも、アンドゥのお姉ちゃんにも。パパどこ行ってんの？だって本当だよ、優雅に温泉使って。パパも山形日高屋。そうなの？すごい、割と全国チェーン店だと思ってた。やっと来れた。日高屋何食べるの？日高屋では、日高屋とか言っちゃった。日高屋って言ってた。日高屋ではね、豚骨だね、ゆかと餃子のセット。あ、北海道も。あ、そうなの？パパ寝ろ。だってゆかちゃんはおっさんにしたらパパ、どうなのかな。ゆかがおじさんになったらパパみたいってこと？日高屋すごく美味しい、安くて美味しいの。学生の味方。あ、いろいろありがとう。皆さん、星もギフトもカウントもありがとうございます。音符がさっきからさ、左からすごい飛んでくる。どの方だろうって思ったら、多分このピカチュウの人だ。パパの想像図書いてみる。書いてみて、パパの想像図。お姉さんいた？お姉さんいた？どういうこと？3週と50カウント、ありがとう。50カウントお届け、ありがとう。女子は日高屋行くので、全然行く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 。あ、私の姉です。だって、あ、アンドゥのお姉ちゃん。どこ？お姉さん、アンドゥのお姉ちゃん可愛いの、めちゃめちゃ。あとアンドゥのお父さんがめちゃめちゃイケメンなの。かっこいい、ダンディ。白いアバター？どこの？なん、どこの城、どこにいるの？お姉ちゃんどれ？パパがね、楽しい温泉。じゃあ何のって聞いたら、楽しい温泉って何それ。え、おぎちゃんってコメントしてた？え、お猿さんですよ、私の父だって。違うよ、もう。あ、いたいた、私です。アンドゥシスター、アンドゥシスター、嬉しい、ありがとうございます。
いや嬉しい、お二人ともすごい好き、ありがたい。あ、くまちゃんもありがとう、ハートさん、あ、ありがとう、本当に。音符もいっぱい飛んでくる、音符がめっちゃ飛んでくる。そう、アンドゥのね、お父さん、アンドゥ今さ、私のお父さんさ、猿とか言ってたじゃん。いやがね、新潟駅でパパとね、パパと一緒にね、新潟駅を歩いてたのね。パパと歩いてたの。そしたらアンドゥもお父さんと新潟駅歩いてて、ゆかのパパとアンドゥパパと、もうみんな初対面、はじめましてってなったので、アンドゥパパはね、すごいスリムでね、すんごいスリムで、もうすごいもうダンディーって感じ。もうでアンドゥに似てそっくりだったので、すごい、アンドゥのお父さん、ってなったの。横を見たらうちのパパ、ボーン、あ、かっこいいパパはここにいますってパパから LINE が来た。見て、パパうるうるってきた。パパうるうる。でもね、これパパの、パパ悲しいだって。パパうるうる、パパ悲しい。パパのね、LINE のアイコンさ、ゆかが書いたんだよ。これ見せていいよね、全然。これパパの LINE のアイコン。ゆかが書いた。しかもパパのホーム画面。パパの LINE のアイコンとホーム画面全部ゆかが書いた絵。そうだよ、パパ、ゆかが書いたやつを。パパスーツ着てるとこあんま見たことないけど、スーツ。あ、皆さんありがとう、ハートもギフトも。髪型がすごい、こんなチリチリではないけどね、ちょっと思った。パパの LINE のね、音楽世界の人へなのに、ね、NCT48 LINE ミュージック設定してるの。仕事のスラックにも使ってる。スラックって何？仕事のスラックにも使ってる。横にも大きいの？横にしか大きくないよ。そうだよ、パパいじらないでだって。あ、生誕でパパ見た、嘘。パパ分かった、仕事のスラックにもゆかの絵使ってるんだって。ありがとう皆さん、たくさんの支援。何回かパパ何回か見てるってね。7位にパパおるよって言って、7位の方のアバターみたいな、本当に笑ってなっちゃった。だって7位にパパおるよって言われて見たら、7位の方のアバターが。そう、そんな感じでパパのお話でした。あ、ラーメンのお湯入れてたの忘れてた、忘れないで。リップを教えて。いいよ、ゆかが今日使ってるリップはリンメルのこれと、あかりんさんのこれ。あ、くまたくす、くまた、くまさん、ありがとう。いつもね、教えてくださる方がいるの。くまさん、何個、なんちゃらで、尊い、尊い、ありがとう。あかりさんのやつ、そうそう、あかりんさんのやつ。コメント&星投げ完了。コメント読むのがいいか、なんだかんだ一番楽しい気がする。一緒にラーメンしようね、最後まで頑張る。ありがとう、本当に。ゆかちゃん尊い。なんで尊いって、なんで。最後まで29ポイントありがとう。くまちゃんありがとう。あ、くまちゃんありがとう。しかもそしてここに立ってる、ありがとう、ありがとう。みんな星もありがとう。皆さん、ありがとう。名前そう言えない、
お名前呼べないんだけど心でめちゃめちゃ呼んでる。うん、パパ、パパもたまにショールームコメントしてるんだよ。アリガクマタワーってやつやって、何それ、アリガクマタワー、何それ、クマタクさんありがとう。パパ何してんだろう、パパに電話しよう。もう一回、最近すぐショールームでパパに電話する。あ、もしもし、まだ出てない、あ、出た、もしもし、ピーパパ、もしもし、聞こえる聞こえる聞こえる、パパ、もし、もしもし、聞こえてます、何してるのって、みんな、みんな言うパパもう寝るって、スピーカーにしてだって、パパの声出せないでしょ、だって今ダメだっていつ、何今ダメって、パパね今まだダメなんだって。じゃあまた今度パパの声聞かせてあげますね、パパお休みだって、みんなが、あ、謝恩会やろうね、だってはっ言ったね、今これもう、ほらパパが謝恩会やろうね、だってみんなでやろうねって言ってるよ。あ、クマたくさんありがとうございます、クマちゃんありがとう。見てるショールームカウントしてる、パパちゃんと星も投げた、ちゃんとパパ投げた、パパも星とか全部投げてくれたそうです。それじゃあさようなら、ウェイじゃないよ、さようなら、ピッ、あと15分です、この配信は。そう、パパにね1回目さようならって言ったらウェイって言ってたパパ連携してるの、パパねしてくれてるらしい謝恩会よろしくお願いします。そうだよ、謝恩会やろうね、みんな謝恩会やろうねって言ってた、パパ、ゆかが卒業の時にパパが謝恩会を開いてくれるんだって。追い越せるぞ、追い越せるかな、クマたくさんすごい、ずっと教えてくれる方がいらっしゃるの、皆さんありがとう。星もカウントももう全部ね、星も一個一個がもう積み重なってポイントとなって、ありがたいです。本当にゆかちゃん来ないよ、はあ、ゆかちゃん行くに決まってるじゃん、なんでよ、ゆかちゃんも行かせてよ、本当に。ゆかも行きたいよ、ゆかも行くよ。でもパパ本当に誰が来なくていいですじゃん、こらパパとしっぽりのみたいねえ、行かせてじゃん、ゆか途中で帰るからさ、最初の5分ぐらい顔出させてママも来ました、ママはって言うと思う。あと何分？ 23 時までなので今回 15分です。で23時16分から愚痴か、何愚痴か、ゆかの愚痴言うことないでしょ、ゆかのファンの人みんな、ゆかの悪口なんて、なんなみんな、くそー、ゆかの悪口なんて言うことないでしょ、だって悪口という名のほらあれでしょ、恥ずかしいから、ゆかがいると、ゆかがいるから恥ずかしいんでしょ。娘さんが眉毛見せてくれないんですって、ゆかの眉毛見たかったらパパの眉毛見てみ、同じだから同じはちょっと思ったな、パパのアイコンをアイコンにしたい。あ、クマ、ありがとうクマさん、うん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 、ああ、アプリが落ちてしまった、アプリが落ちてしまった、パパからファンの皆さんが主役の謝恩会をやりましょうだって
絶対許せないパパのこと。もうもう知らないから、もうパパの LINE 全部もう未読無視するから。そんな時にパパの LINE 全部未読無視、電話も着信拒否、 LINE はもうブロック、話しかけられても仕方するから。そんなこと言うんだったらもうパパの LINE のアイコンもグが勝手に変えてやるから、もうもうパパの待ち受け画面、パパの携帯の待ち受け画面ね、ゆかパパの待ち受け画面ね、ゆかだったの。ゆかがバイト AKB だった頃にロマンスいらねえを踊ってた時の写真なのね、パパのね、あのこれ携帯スマホの待ち受けがね。それでゆかがこの間勝手にね、家にあるね可愛いぬいぐるみの写真をパパの携帯で撮ってね、勝手にね待ち受け画面変更した。そしたらパパが、おー、おいらの待ち受けが、おーとか言ってまたすぐ書いてるファンの皆さんが主役の謝恩会をやりましょう、だって泣いてるよ、なんか皆さんありがとうございます。やった、だってパパってリアルでも泣く、泣かない、泣かないね、リアルでは。日高屋で謝恩会だって、それだったらパパは喜ぶと思う、日高屋で。だったら主役はゆかちゃんだよね。ゆかがじゃあ歌って踊ってあげる、みんながお酒飲みながらさ楽しんでる時ゆかが歌って踊る、パパの顔真似。いや、パパの顔真似できないんだけど、パパの顔真似ね、じゃパパの、パパの顔真似もうパパあれ、ママに電話したっちゃ、ママに電話かけた覚えなかった、あれ間違えてた。バイト AKB の時に初めて聞いた、超絶かわいいゆかちゃんで号泣したな、だってパパあれ、パパ見あれ来てたっけ、かなりパンダっぽい、あの人に似てる、どんな人パパ垂れ目、パパ究極の垂れ目、もうもう究極の垂れ目パパバイト AKB 何十年じゃないわ、もう5年ぐらいだよ、5年前ぐらいかな、そう。超絶かわいいゆかちゃん初めて聞いて泣いてたんだって。いやもうパパのことしか話してない、そうなの。あ、ママ間違えてた、間違えた、ごめん、間違えた、ママに着信しちゃった、間違えてた。どっちに、超絶かわいいゆかちゃん、 あと10分でここの回は終わります。クマ来た、ありがとうみんなさん、本当にありがとう。音符もいっぱい、音符が今日多いの。クマメガ盛り、ありがとう。スイッチ1を映さないと3位もないの、そうだよね、そうだよね、うん。明日の予定、ありが、そう明日の予定もね、そのままめに送る、あ、ありがとうみんな、本当にありがとう。ずっとピーポーしてるね、そうなの、歌ってってことかな、違うでしょ絶対。モバメ届いた、ありがとう、メールが来た、ありがとう。この時間帯ちょっと返信が読めないから、あれ、あ、待ってまた迷惑メール来てる、返事ないけど何かありましたか、もしかして体調不良とか心配なので返事だけでもしてもらえませんか、また迷惑メール来てる。でも生駒さんからも来たんだよな、なんか
なんか私いろんな方からメール来るみたいね、ありがちなやつだよね。あ、ハートもありがとう、カウントもありがとう。すごいよね、羨ましいでしょ羨ましいでしょもうみんないろんな人になりきってるからあ、明日の予定をここにも書こうかな。あと9分なんですけど、この回はそれではここのこれを使って、あ、痛いね。それではこのホワイトボードを使って明日の予定を書いていく。明日はね、朝7時からです。今日はこの枠までなの？うん、うん、次23時16分からです。ここ見える？え、これ見える？細い？細かったら細いよって叫んで。見える？ OK。あ、もう違うじゃん。今何見てたんだろう。11時50分か。12時だ。間違えた。あ、違うよ。なんかみんな来てくれてありがたいよ。本当に私のためになかなか難しい戦いではあるけれども、楽しかった楽しかった。こうやって黒板にスケジュールを書くのももう最後や。はい、ということで明日は行っちゃう。一番下見えた？これ一番最後の戦いは30分間。どうですか、いろんな方のファンの方とかのからのアドバイスもいただいて、明日は、あれ間違えた、間違えてる。違う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 、ああ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 、はい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 。ゆかゆき3時間半の配信になっちゃったこれで、あ、ラスト、そうそう、ラスト間違えちゃった。明日はこれで挑みます。ゆかだけ3時間半になっちゃった。どの辺モバメと違う、ごめんね、モバメ間違えちゃった。これです。ね、明日は久しぶりのあの配信はどこでしようかな。やっぱもう20時から20時半の台かなここがみんな見やすいかな。ここここが久しぶりのあの配信で、ここがラストです。30分おまけもらおう、やばい
けれども、よろしくお願いします。13時10分からが2周。あ、もうみんな教えてくれてありがとう。もうちょっと、あと4分。皆さんツイッターの連携をお願いします。もぼめね、11時50から11、ごめんなさい、11時50から12時10分の間違いした。もぼめ、やばい、どんどんと差が開いていく。もう頑張ろう。ラストカラオケ配信して NGT も盛り上がる。ああ、確かにカラオケもいいね。カラオケいいね。ラストはでもね、他にやりたいことがあるから、ラストじゃない時がいいな。カラオケは普通に16時、お昼とかにしようかな、普通に。あ、13時50分からにできない？どこを13時50分から2周するためにどういうこと？カラオケって違う、あの、この、これのカラオケじゃない、普通にマイクのカラオケ、マイクのカラオケ、カラオケボックスのカラオケ、レッスン場にある。あ、電波がってこと？なるほどね。そうそう、レッスン場にね、あるんだよね。じゃあちょっとそれはよく考えておこう。ちょっと、やばい、時間が、やばい、あと2分、あと2分だ、あと2分。13時10分からを13時50分からにしてってこと？あ、くまちゃんありがとう。そしたら何時まで？あ、星の関係で、そっか。そしたら13時50分からやったら14時10分まで、13時10の、なるほどね、13時10の13時50にすると3周できる。あ、そっかそっか、あ、2周、あ、そっかそっか、また差が、そっか、そうだそうだ。じゃあこれを13時50分から14時10分ってこと？ふん、ありがとう、皆さんにたくさんアドバイスを。でもありがとう、みんな計算、いやーすごいね、たくさん助けてもらっちゃってありがとう、本当に。スクショも画面固まってギフト投げれなくなるからダメだ。ありがとう、みんなすごいな、ありがとう。また後で、また16分後にお会いしましょう。またね、あとでね。